えこんにこんばんは、はるけです。今回はストレイフドリブルを紹介していきます。前作でもそうでしたけれども、今作 FC25 でも結構使えるものになってますね。操作方法としてはとても簡単になってます。 L1 を押しながらドリブルするだけですね。だからね、スキルムーブもねいらないっていうところは魅力かなと思いますね。で、通常のねドリブルよりも細かいタッチでボールを触ることができまして、かつそっからねスピードをぐんと加速させるっていうこともできますので、ほんと L1 ドリブルはめちゃくちゃ今作もおすすめになってますね。一応こうね、細かいタッチからぐんと加速して置いていくっていうものをダッシュストライフと自分は呼んでるんですけど、このダッシュストライフもなかなか強力になりますね。細かいタッチなんで、なかなか相手からすると飛び込めない状況の中で加速もされるっていう風になるんで、かなり止めにくい、そういう風なものになってます。ただ結構ね、このダッシュストライフのタイミングというか、ダッシュボタンを押すタイミングっていうのが意外とシビアですね。コツとしては、細かいタッチなんだけれども若干ボールを前に運んだ時にダッシュボタン押して縦に加速していくとうまくいきやすいかなと思います。これはね、結構練習は必要かなと思いますし、自分も結構もたついたりとかはまだするんですけど、練習アリーナ等でぜひね慣れていってほしいなと思います。普通にね L1 だけのねドリブルは結構多くの方ができると思うんですけど、ダッシュストライフはちょっと難しくなってるというふうなことですね。基本的にやっぱりスピードが速い選手、もともとのねスピードが速い選手はめちゃくちゃね速くなりますし、なんかもたつきにくいような気がしてますね。本当、まあ自分が使った中では特にやっぱビニとか、まあバペとかはもちろんそうですけど、本当スピードとあとはドリブルがめちゃくちゃ上手い選手は特にね効果的かなというふうには思いますね。で、一応これモストボイなんですけど、モストボイでも意外とこうタイミングさえ外せればぐんと前に行けるっていうふうなこと、エンクンクもそうですかね、ぐんと前に行った。 TF は赤で下手です。で、単純にねサイドのまあ1対1の時の仕掛けとかでも全然いいんですけど、 ST に当てた時のその振り向きざまのストレイフもめちゃくちゃいいです。一旦 L1 でどっち行こうかみたいな細かいタッチで惑わしてディフェンス感をぶち抜くっていう、結構ねこれでまあ B とかだったらもうすぐ行けるし、やっぱその加速だけじゃなくってその L1 だけのドリブルも細かさがあるから突っ込めないっていう風な感じなんで、当てて溜めて、で溜めながら若干ね縦のコースも作りながらスピードでぶち抜くっていうことをね非常におすすめになってますね。ぜひね慣れていってほしいなと思います。まあ、少しでも参考になれば嬉しいです。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。